こんにちは。今日ですね、郵便物を送ろうと思って、郵便物を持ってですね、ポストにポトンと入れて、家に帰ったら、その封筒に貼るはずだった宛先のシールが家にありまして、ちょっと急いでて、間違って宛先に書いたシールをですね、その封筒にちゃんと貼らないで、ポストに入れちゃったんですよ。で、僕の連絡先も裏にも何もない状態で入れちゃってですね、郵便局に電話して、なんとか救出っていうか、集荷してもらった後にですね、見つかったんですけど、老化現象を感じます。はい。でですね、今日は、ビボールクアフターレッスンですね、生徒さんが今16ビットの量的刻みをやってる生徒さんがいるんですけど、難しいと、特に左手がということで、同じように難しいなと思っている方がいるかと思ってですね、ちょっと動画を作ってみました。ご覧ください。どうぞ。はい、16ビット量的刻みです。今ある生徒さんがですね、16ビットの量的刻みやってるんですけど、レッスンでどこが難しいかなって言ったらですね、左手の、振り方が難しいということで、要は左手の、スティックチップで上の部分を叩くのがうまくいかないと、ここにかかっちゃうんですね、エッジに。でこれ上叩くためには、これ普通にこう手こう持っていくと、こういう形になってエッジにかかる形が多分楽な姿勢だと思うんですけど、棒の部分叩く、棒って言うんですけど、こう上の部分叩く時、少しこういう形になりますよね。手首がちょっとこういう形で振らないといけないので、これを上叩こうとしてこうなると肘が開いちゃうんですよね。ですので、ここから上叩くときは肘あんまり開けないで、こうで、この手首の感じで上を叩くのがちょっと慣れないということでした。それでまあこれ練習しかないんですけど、なるべくあまりこうやるとやっぱ角度がありすぎて叩きづらいので、なるべくギリギリまで下げて、でこれシンバルこっちに向かって下がってきてるんで、こうやってスティックは逆にこっちに向かって細くなってるんで、地面と平行でもチップの音なんですよ。さらにもうちょっと下げてもエッジにかかんないんですね。だから結構ギリギリのところ攻めて、そこで叩けるようにすると、ここの手首のこの曲げが少なくて済むので、振りづらさが少し軽減されることになります。あとですね、これ8ビートをダウンアップできる人、この状態から左手のタップストロークを隙間に入れると16ビートの量的刻みになるんですけど、これそもそもスタート地点が違うんですね。手の構えのこっからスタートしてるわけじゃなくて、右手はこの構えが基本になるんですけど、ダウンストローク、左手同じ構えにするとエッジかかっちゃうんですよ。だからまずスタートがエッジにか、右手はエッジにかかっているこの状態から、左手は少しこうなるんですね。そして上を叩けるように、これをこう右手と左手同じ高さで振ると、左手が全部エッジにかかっちゃうので、これ左手エッジにかかるのがダメっちゅうわけじゃなくて、ダブルストロークとか使ったりとかするときに、上でダブルストローク打ったりするので、エッジにかかっててもダブルストローク打つんですけど、吸収されちゃうので、バウンドが。なるべく、僕はレッスンの時に16ビート両手ひだみの時は、アクセントエッジにかかるこのダウンストローク以外は全部上叩くように、まずこれができてからの曲とかによって、あと自分のセンスとかによって、全部エッジにかけてダウンアップ、右手のダウンアップしたりとか、もしくは全部同じ音で
叩いたりとかそういう選択ができると思うんですけど、まずこれができるように右手のダウンのダウンストロークでエッジここ端っこ叩く以外の音は全部、上を叩くチップで上の部分叩けるようになっとくと後ですごく応用が効くので、ダブルストロークできた時にダブルで打てますので、その時にですね左手がちょっと練習が必要なんですよね。スネアでこれができてこのまま持っていくとこうなっちゃうんで、左手がエッジにかかっちゃうんで、この状態からちょっと上げます。こう肘を開いてこう上げ上に上叩くんじゃなくて、こっから肘の位置このままでこうで、この状態でなるべくあまりこう角度たくさんつけない、平行ぐらい、平行でも当たんないですから、これで叩けるように。あとまあこれ繰り返しになりますけど、まあ他の動画でも言ってると思いますけど、16ビートこう右手の動きなんですが、スネア打った後かすめるようにして戻ってきます。そしてアップストロークで上を叩く、こう来てこうですね。結構多いのがスネア打った後にスティックこう上がっちゃって大きい音出ちゃう、こんな感じになっちゃう人が結構多いですね。そこ注意ですね。止めた感じでこのまま持ってきて、こっからアップストロークで上げる、あとこう持ってきたのにアップストロークで上げるときにエッジにかかっちゃう人、こういう人もいるんで、こっからあとこういってこっからこうタップストロークで上の部分をチップでチッといけるように、はい、そういう感じでですね、結構16ビートはあの両手刻み意外に難しいんで、最初はこうやっていいんですけど、8ビートダウンアップでできるようになった人は16ビートも両手刻みでいけるように、さらにチップで上の部分ちゃんと叩けるように。なんでかっていうと、ダブルストロークとか使うときにこれができてるとダブルストローク打ちやすいですよと、そういうことです。はい、そんな感じで今回もありがとうございました。